まずね、11% から全速チリスタートボタンを押したい。毎度、日が経つアイニーブでね、ただいまこれは道の駅なんだ、道の駅これはなんだ、渚到着でございます。ただいまの電池残量 11%、まあ100キロ走ってきたんで、まあ電費は約11ってとこか、11km/kWh。 もう亀マークっていうかパワーダウンになっておりますけども、はい。でもセグ表示はまるっきり空ですわ、でね、これからね、外へ出て、まあまずその前にちゃんとキット買うとこれ充電できへんのや。でまずは、充電をしてまいりますわ、さて11% から 80% までだな、ここは。どんだけで充電するよ。うなってるってことはもうこれ前の人がすでに使うてんな。まず差しといて急速充電器タッチをしてください。タッチで充電できます。充電コネクタを接続し、スタートボタンを押してください。よし、その前に、あ、ちゃんとこれ見とかなあかんのや。車両と通信してます。まあ、キャン通信ですね、これは。はい、11% 向こうと表示と同じものが出ました。でこちらはどうか、車がもうね、11.5 とか、こっちの方が 0.5 刻みでね、正確に出るんかな。はい。そんなんですわ。まあ、ちょっと長なりますんで、5分ごとに区切りますか。5分ごとによろしく。はい、まもなく5分でございます。11% からこれで 34%。まあ、1分間に 4-5% の割合で増えてきますね。でね、充電量はね、どうしてもね、低い電圧やと量は少ない、ワットが少ないんですよ。はい。まあ、W イコール I 事乗 R イコール、まあ、オームの法則の、オームの法則の V イコール IR かな。それを加味すると、まあ、VI かな。W イコール VI やから、やっぱり電圧が上がってことにね、電力量も電力も増えてきますわ。まあ電力量は最後に出ますんでね、まあその時にでも多分増すってことで、多分これね 70% ぐらいになるとね、電流落ちてきますんで、またその頃によろしく。ましたね、だんだん、ちなみにこっちもね、はい、59.5、もうじき 60% やな。まあ同じ数値が出るのはね、CAN 通信、要は車のコンピューターとね、通信してるラインが一緒ですからね。そんでもう、ここの値も一緒の値が出ます。ちなみにね、こっちの充電器はもう小数点以下切り捨てのようでね、 0.5% 出ませんので、明日からと、電圧が上がっていくことにやっぱり電力も上がってきますんでね、充電速度で、ね、ちょっとは速くなってきました。やっぱりね、空までギリギリで行くよりは 30% ぐらい残した状態で、80まで充電するのがいいんですかね。まあ
経路上どうしてもねそうはいかんかったんで、こうしてやむなくギリギリまで走ってますけど、はい、まあでも275ボートと300ボートで 10%、 まあ1割しか違うもんでね、体感差はそんなにないですわ。逆に充電頻度を減らすためにはこの方がいいかもしれんな。でね、65% まで来ましたが、66%。まあ本来夏場で晴れですとね、こんなに速く早う速度上がりませんわ。まあ30度以下の気温ですとね、125アンペアなので100アンペア前後になるんですけど、僕はまだそこまで行ってへんからあれですわ。で67%、まあね、電池がね充電で発熱してくる頃合いなんでね、もう 70% 近くからね落ちる場合がございます。ちょっとそれもね順番観察してみますが、まあ日産の充電器はねピークだと107アンペアなんですけど、アイミーバーね電圧が低い分ね、サイクロコンバーターかな、それがね電流増幅させますんで、モーストパワーポイントを、トラッキングかな、 NPPT ソーラー発電源っていう、そういう最適電力通じるっていうのがしますんで、そんでねアイミーブのエグタイプはまた収集のいい東芝スーパーチャージ4バッテリーですからね、電流が多い日も安心。おいおい、こらこらこら、そんなこと言ってるか俺は多い日も安心でございますな。何ですかこの顔の女性生理用品の話ですか。いや、さて現在 73%。 いやこれは発熱あんまりしてませんな。もうじき300ボルト、300ボルト、まあそんだけね東芝 SCIB のね充電特性いいんですよ。もうリーフとかね三元系のバッテリー使ってますと、この辺でもう電流下がっていくはずなんですけど、下がる気配一向にございません。まあ温度計がねアイミーベーブとかねCIB 搭載車に、ね、ついてへんから見えへんのですけども、はい、あった、もうじき14分か、はい、77%、 電池が冷えてればもう、うん、15分チャージっていうのもね嘘やないですわ、はい、あ 78%、あと少しで終わりです。14分32秒で終わり、 8.3kWh 取れました、ね、まあ 70% 程度しか充電してないですけど、 83.0 っていうのはやっぱ効率の関係ですね。84を7で割るとなんぼや、まあ 14% ぐらいね充電でロスしてるんやないですかね。以上、はい、ただいま充電終了。 79.5% か、でもまあ平均電費 11.37、 まあまあでございますわ、さて、やっぱね、電費マネージャーつけるとめっちゃ楽、運転楽ですわ、セグだけです推測するよりはね、余裕がちっと生まれますし、電力回生させないように走るとね、電力効率いいですから、はい、これはもう、ええ買い物しましたわ、値段がね、2万1000何歩やったけど、2万3000何歩をね、ヤフーのペイペイポイントでどうにかしたって感じですわ、はい、やっぱね、価格に見合ったもんかな。まあ、価格以上かもしれませんわ、これ。まあ、ざっと外観でございます。
いい平田でございます。ただいまね、これは道の駅飛騨大阪やね、で充電をしてるところです。ちなみにさっきね、電力計っていうかね、電費計で見たら 72% だったんで、はい、この通りですね。はい、ちょっとね、ここで5分充電してみますか。新電源の 30kW 機です。はい、まあ、あの iMeave M タイプは 10.5kWh ですんで、うん、まあ、ここの電力を、まあ、10kWh を充電したとしてね、もうね、うん、出力とね、出力との比はだいたいすぐ外線で求まりますわ。まあ誤差 5% ですけど、まあ気にそれぐらい気にしねえ、うん、20分の1の誤差はいいや。つうわけで今75A 289V、 よし、多分ここからの補充電はね、うん、比較的早いはずですわ。ちなみに電圧はさっきの、うん、さっきの道の駅なぎさと比べるとね、出力は低いです。電圧が低い分ね、電流は流しやすいんかな。うん、W=VI やから、うん、電圧が抑えてりゃ電流はちょっとは流してもね、発熱量は抑えられるはずです。同じ電流やったら発熱量は抑えられますわ。うん、新電源もうまいことになってる。でね、この表示の部分はもう NTT ファシリティーズも一緒やもんでね、あっちが OEM でね、新電源から受けてみやないかな。うん、吸ってます。まぁ、ちょっとね、5分間でどれぐらい溜まるのか見てみますけど、うん。つうのもね、三菱電動車両サポートがね、うん、5分充電して、1分8円やから40円か、うん、まあ安いけどやっぱ容量制限つがね、500円分まで定額なもんで、うん、それに収めるべくうちはね、うん、なるべく少ない電力時間で充電するよう心がけてますわ、うん、そう考えるとね、東芝 SCIB 乗っけてる M タイプに比べて、うん、G とか X とかベースグレードとか、うん、まあ GS 屋さんの電池乗っけてるやつは多少不利ですね、うん、出力は60Aまでに、出力電流が 60Aに抑えられてる機種はね、うん、これ使えてもね、ちょっとは損な気がしますわ、うん、まあ発熱がやっぱ電池にあるんですかね、内部抵抗がでかって発熱するってやつ、うん、さて、ただいま 80% になりましたけど、うん、これでもう 8% 増えたんか、3分で 8% か、うん、この駐車だと 83% ぐらいいくかな、うん、83% どころか 85% いくかもしれん、これ、まあ道の駅渚が約15分で 70% やったもんで、こっちは5分やったら 23% もはいかんですけど、うん、まあ 15% ぐらいいくんやないかなって、そんなんで撮ってますわ、はい、まあ出力、まあ発熱の法則からすると多分出力はね、これぐらいでもいけるんやないかなと思いますけど、83%、 これ86、7いくな、うん、まあ充電器にへばりついてる動画でもええんやないかな、うん、1.5kWh、 うん、まあ 15% やったら 1.5kg 充電したとしても、うん、逆にこれがね、うん、25分、多分さっきの計算からすると 1.7kWh ぐらいいるんじゃないかな。もう超えた超えた、うん、
25.05 になったらストップをしますわ。1.8 いった。 1.83 キロワットアワーで86か、14%。今井戸平達でございます。ただいまですね、美濃加茂市森山町、これがね、ローソン美濃加茂森山店のね、EV 急速充電器でございます。で、ただいまの残量が 35.5%、 平均電費 14.84kmh/kWh ってことでね、まあ道の駅平大阪からずっと下ってきたわけですが、まあ約90キロちょいかな、で、まあ95% から 35% ってことは 60% か、まあ概算ですけどね、 15kmh/kWh で、まあ正確ですね。ちょっとこれからね、5分ばかり充電してから出かけますわ。みんなまたよろしく。またよろしく。はい、こちらがね、手厚引っ込みだな、これ。こちらがね、コンビニに用ある、ローソンのコンビニに用ある、ハセテク製の 25kW 充電器でございまして、ここはね、充電コントローラー別途ついてるやつですね。はい、いやー、これがね、明るいと見にくいんですわ。カードタッチしてください。で、充電30分って書いてありますけど、一応ポチッと直して、まあ音を頼りにね、もうモーパーしてますわ今。で、そしてこれがね、絶縁試験中の、これもね、逆光があるからかなり厳しいな、25kW 級やもんで、これは、電流が 65A、一応電力量も出ますね。電圧はただいま 261V。 まあさっきのだな、道の駅なぎさよりはちょっとええ状況ですけど、まあ空に近い状態ですんでね、ちょっとね、充電電力は減ると思いますわ、また5分近くなったら再度説明します。よろしく。再開します。ただいまね、これ反射南面知ってるから、もうかなり反射が厳しいですわ。これで4分ですが、どうだ、1.16kWh、まあ多分ね、 1.5kWh 弱ですわ。今4分12秒。でね、ちょっとね、これコントローラーがね、遠く離れとるもんで、いちいち押さないかんのがきついですわ。一応先に認識させておきますか。あと2回押したらね、止まりますんで、4分40秒。うわ、見にくいな。65A、ほら 47% 変わった。4分50秒や。切るわ。はい、4分56秒。ね、47%、1.4kWh かな。そんなんで戻しました。まあ、さっきのね、道の駅飛騨大阪のね、新電源30よりはちょっと遅いんですけど、まあ、だいたいこんなもんよ。ポチッとな。はい、車に戻りました。はい、どうだ、どんなもんでしょう。ちょっとね、テクトムのね、電気機がね、しばらく反応遅いんで待ってますけど、まあ、さっき消した時で、4セグからね、今6セグなんで、まあ
25キロワット級はこんなもんですかね。SOC48%。よし。ちょっとね、まだこれから出かけないとこありますんで、はい。まあ、積んでね、5分ほど充電しました。充電器のね、本日充電器のね、3機種の違いをね、ざっと出してみましたけど、まあ、どれもね、出力表示に見合った、キロワットやないかなと思ってますわ。33から48。じゃあ、35から48やで、まあ 13% か。1.3 キロワット。35.5 か。1.25 の。1.4 で割るとどんなもんだ。まあ 15% 前後のロスはあるにはありましたね。まあ充電器から電池へのね、充電ロスっていうのは そんなもんありますからね。普通のリチウムで何パーあるんやろ。東芝 CIB で 15% ってことは、多分そんなもんやないかな、効率は。何でも機械物はね、効率は8割から9割言いますから、だいたいやってますわ。つうわけで、どうでしたかね、充電器3種、日産バーザス、新電源バーザス、ハセデックのね、容量、競技対決かな、おもろかった人はね、高評価ポチッとな。まあ今後もね、別の機種やってほしいって方はね、チャンネル登録でも頼みます。ではまた失礼します。お気に入り見てくれはってありがとう。